どうもこんにちは、 GDMAX ガジェットブイタカです。今回はベルキンジャパン様からいただいたこちらの商品を紹介します。デンとベルキンのブーストチャージプロデュアルウォールチャージャー 65W です。 GDMAX、 このベルキンブーストチャージプロウォールチャージャー 65W は窒化ガリウムをね搭載したね USB 充電器ですね。以前紹介したこちらのねベルキンのブーストチャージ 68W はかなり気に入っていたので、こちらのブーストチャージプロが発売された時に興味あって買おうと思ってたんですよ。レビュー依頼が来たからそうじゃなくて、もうその前から買おうと思ってたんですけど、そのためにこのベルキンジャパン様からの依頼っていうのを受けたんで、渡りに不明だなと思ってね2つ返事で、ね、OK しましたね。以降はブーストチャージプロに統一させてください。それじゃあ開封してみましょう。まあこういう感じで入ってますね。それではオープン。もっとこれだけ出てきたこれだけ出てきた。奥にこうやって入ってますね。え、出れんのこれ。あ、出れねえか。ベルキンの仕様とは両方開けないといけないんですね。でこちらになりますね。同梱物はこの説明書、多分使用書だと思いますね。本体はこんな感じになりますね。手触りはベルキン独自のね手触りですね。ここはもう全くブレがないですね。まあ、やっぱりねすごくしっかり作ってますよね。値段もそんなに高くないのにここまでしっかり作ってるんで、やっぱねベルキンっていいなと思いますよね。それはねスペックです。窒化ガリウムを搭載した最大 65W の USB 充電器です。サイズは 39×40×52mm とブーストチャージ 68W に比べても相当ね小型化してますね。重さは約 140g。 ポート数は2つで両方とも USB Type-C。 接続するポートの数によって出力が変わります。1ポートのみだと 65W ですが、2ポート同時使用で上が 45W 下が 20W に切り替わります。急速充電の規格である PD に対応しています。また PD のオプション規格である PPS にも対応しています。プラグは折りたたみ式です。2年間の保証があります。ベルキン独自の最大28万円の接続機器安心保証もあります。それではね早速計測してみましょう。ブーストチャージプロを使って充電してみましょう。充電の残量は 5% になります。それではね5分と25分ね充電しますね。はい、5分経過しました。 14% まで回復しましたね。引き続きあとね20分充電してみましょう。はい、25分充電してみました。 40% まで回復してますね。あ、これ結構回復してますね。 35% ぐらいは回復してますからね。充電の回復量はすごく優秀だなと思いました。今この充電の熱の加減とかちょっと確認してるんですけど、まあ、この辺が若干あったかくはなってるんですけど、まあ、触れないような感じではないんですよね。ちょっとぬくいな程度ぐらいなんで、発熱に関して言うとそんなにない USB 充電器ですね。それでは計測の結果です。 iPhone 13 Pro の充電の残量が 5% のところから始めて5分で 14% まで回復しています。 9% 回復していますね。25分で 40% まで回復しているので平均的な PD の能力はありますね。ただねこれ1ポートで計測したので2ポート同時接続にして 20W で計測した方がいい結果になったんじゃないかなというふうに思ってますね。やっぱ 65W フルで出しちゃうとスマホの方やあと USB 充電器の方で、ね、制御し始めちゃうんで、それが充電の効率悪くしてんじゃないかなというふうに思う時あるので、それでも考慮してください。ただそれでもまあ平均的なね PD の回復量はありますね。最近 PPS に対応した USB 充電器のね計測やってますけど、この前紹介したねブーストチャージの 30W の方はそれこそ25分で、ね、50% ぐらい回復してるんで、規格外なんですけども、これも平均的なレベルまではいってるんでおすすめですね。回復量が平均でも25分充電した後の温度ですよね。これはもう全然平均よりも優れてますね。まあちょっとデカめとはいえ25分も充電してたらめちゃくちゃ熱くなるんですよ。多分回路がたくさん入ってるであろうこの部分ぐらいがちょっとぬくいな程度なんで、それ考えると温度を上げすぎないとかっていう能力に関して言うとベルキンってのはやっぱね能力高いんですごくおすすめですね。温度が上がりすぎないことのいいところっていうのは、温度が上がりすぎるとパーツって絶対痛むんで、温度が上がらないってことはその分寿命が長くなるんで、そういう意味だとこのベルキンっていうのは1個持ってればいざって時に壊れないんで、ベルキンおすすめなんですよね。まあ伊達にやっぱね28万円のね接続保証とか2年間のね保証とかしてるだけあって、製品への自信っていうのはありますよね。
今回はこちらベルキンの USB 充電器ブーストチャージプロデュアルウォールチャージャー 65W を紹介しました。2ポートあるんでスマホを充電しながらパソコンも充電するようなねこともできるんですよね。多分 MacBook Pro もギリいけるんじゃないかなと思うんですよね。ただ長時間使ってるとだんだんね充電がね減っていくとは思うんですけど、まあまだいけると思うんですよ。もちろんワンポートだったら 65W あるんで十分使えるんで、放熱も少ないし Mac 純正のものに比べれば全然ねサイズ小さいんで、ベルキンブーストチャージプロデュアルウォールチャージャー 65W ね相当優秀なんで、長持ちするようなね USB 充電器を探している方はねこちらおすすめです。以上です。今回の動画が良いと感じたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。